ナポレオン・ビクトル・ボナパルトは、ボナパルト派のフランス定位請求者。通称は、フランス・ビクトル。支持者からは、ナポレオン5世と呼ばれた。フランス皇帝ナポレオン3世の重帝、ナポレオン・ジョゼフ・シャルル・ポール・ボナパルトと、イタリア王、ビットーリオ・エマヌエール2世の長女マリー・クロティルドド、サボアの長男として、パリのパレロワイヤルで生まれた。誕生時、 ビクトルは最重刑のナポレオム・ジェーヌ皇太子と父に、ついで、皇位継承順第3位であった。しかし1870年、不仏戦争でナポレオン三世が捕虜になると、パリで暴動が起きて帝政は崩壊した。1879年にナポレオン・ジェーヌが戦死すると、その遺言により18歳でボナパルト家の課長となり、 その支持者たちからナポレオン五世と呼ばれるようになった。もっとも、ロシア軍この得隊の大佐だった弟、ルイの方が、多くのボナパルティストから好まれていた。ナポレオン四世によるナポレオンジェロームを無視した、この決定は、不死の関係を完全に壊すこととなった。1886年5月に、共和国政府が、旧支配王家の指定の追放を決定すると、 ビクトルもフランスを去ってベルギーに亡命した。ドレフィウス事件の最中の1899年にフェリックス・フォール大統領が死去するといくつかの政治党派はこの混乱を利用しようと試みた。ナポレオン公補ビクトルは帝政派委員会からの代表団に対し後期とみなせればフランス帝政復古の行動を起こすであろうと表明した。これを成し遂げるため 弟ルイと共に、自ら運動の先頭に立つであろうと表明した。彼は、ルイは、ボナパルティスト軍に、その名声、軍事手腕は、もちろん、ロシア軍の階級をももたらすであろうと話していた。ライバルのオルレアン派王位請求者オルレアン公、ルイ・フィリップ・ロベールもまた動員可能な軍隊を持ち、ボナパルティスト軍と時を、同じくして、フランス国境を越える用意をしていた。 結局、予想されたようなフランスにおける突発事件は起こらず、第三共和制はその最も重大な危機を乗り切った。1926年5月3日、訂正復興を果たせないままブリュッセルにおいて死去した。作家のシャルル・モーラスは、定位請求者としてのビクトルの歳月についてコメントを寄せ、彼は1884年以来いかなる新しい考えをも表さなかったし、 そして共和国政府に対して抜本的に変わるものを持たなかったと述べている。ボナパルト家家長の座は息子のルイナポレオンが継いだ。1910年11月14日、モンカリエーリにおいて、ベルギー国王レオポルド2世の三女クレマンティーヌと結婚し、二人の子女を設けた。ありがとうございます。